メルセデス MGPW01 はメルセデス GP が2010年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。2010年1月25日にドイツ・シュトットガルトにあるメルセデス・ベンツ・ミュージアムで発表会が行われた。この時点で披露されたのは2009年シーズンにおいて全身チームであるブラウン GP が使用していた。 BGP-001 に2010年仕様のカラーリングを施したマシンだったが2月1日からバレンシアサーキットで行われた合同テストにて正式に MGP-W01 が発表された。メルセデスワークスとして55年ぶりの F1 マシンは予想された通り銀色に塗装され W の付いた2番が与えられることになった。フロントウィングは 昨年のマシンであるブラウン BGP-001 の後半戦仕様と告示したデザインである。他チームのマシンにない特徴として左右分割式のインダクションポッドの形状が挙げられる。中央に支柱のような構造物があるが、これはシャーシュデザインのホモロゲーション化が影響している。従来ではインダクションポッドにロールバーの機能を持たせる場合が、 多かったが、2010年のレギュレーションでは、シャーシのホモロゲーション化施行により、インダクションポットの形状を見直す際に制約が生じてしまっていた。そこで、ロールバー機能を持たせた中上の構造物を、インダクションポッドとは別に設置した。それによって、インダクションポッド自体の形状変更に自由度を持たせている。オーバーステアを好むミハイル・シューマッハにとって、 アンダーステア傾向を示す MGPW01 を乗りこなしている感に見えず、開幕から4戦はチームメイトであるニコ・ロズベルグの後陣を敗した。ヨーロッパラウンド初戦となる第5戦スペイン GP には大幅な改良が加えられた。具体的にはフロントサスペンションの改良によるホイールベースの延長とインダクションポッドの形状変更であった。インダクションポッドが より後方に下げられ、高さも低下しているため、ロールバーの突起が目立つ格好となっている。カナダ GP での MGPW01、ミハエル・シューマッハがドライブ。ありがとうございます。